皆さんこんばんは。本日は横浜 F マリノス対チョンサンテア埼玉スタジアム200によりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ七海さん、よろしくお願いいたします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。横浜 F マリノス対チョンサンテア、注目していきましょう。ディフェンスの、ね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。もう一つ前に行きたい。どうする、シュート、ゴール、マリノス、 F マリノス先制1対0。これは鮮やかなシュートが決まりましたね。そうですね、ボールの軌道がね、普通のシュートとは少し違うんですよね。なるほど、上がりながら落ちるっていうかね、うん、まあ、ゴールに引き寄せられるような感じですよね。なるほど、素晴らしいですね。今シーズン初ゴール。さあ F マリノス早くも先制しています。相手の良さが出る前にゴールしたんで大きいですよね、はい、このまま自分たちのペース握りたいですね。そうですね。グワッツ、このボールに触ります。田川、マルキーニョス、ここで受ける、シュートに行くか、こぼれている、を仕掛けます。前半31分が過ぎたところ、 F マリノス1対0でリード。さあカウンターを仕掛けます。来ましたね。さあボールが抜ける、ボールを受けます。ここは読んでいました。40分を過ぎています。日本ゴール、日本ゴール、ゴアです。一人で上がっていきます。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0。 F マリノス、まずは前半先制して折り返しました。この1点を守ることも大切ですけど、チャンスがあったらどんどん攻めるという試合展開になるんじゃないでしょうかね、うん、なるほど。チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。F マリノス、前半終わって1対0リードで折り返します。後半ゲームはスタートしています。浮かせて裏を狙う、このパス抜けてきます。ナバス、マルキーニョス、香川、ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。 F マリノスとしてはシュートまでの形ができないですね。まあ守備にパワーを持って逃げ切ろうとしているかもしれませんけどね、非常に難しい時間帯ですよね。後半22分になろうというところ、 F マリノス1点を先行しています。香川、長いボール裏へ落とす、香川、ポストのゴール。さあさらに点差が開いています。いやーよく反応しましたね。
こういったセカンドボールに対しても冷静にしっかりと押し込む、非常に落ち着いてましたよね。今シーズン初ゴール、さあ F マリノス着実に得点を重ねていきます。2対0、もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、これは奪い返します。まだ危ないでしょこれ、サイドを使う、オープンなゾーンだ、シュート、跳ね返される、このボレーシュート、今はシュートが収まりませんでした。コンサンテアンとしてはちょっとヒヤッとするシーンですね。これは通しません、時間がありません、もう41分、このパス超えるか、アディショナルタイムは3分という表示です。自分で行く、日本ゴール、チャンスですよ、サイドのスペースを使います。ここはオフサイドありません。オフサイドかと思いましたけど笛ありませんね。主審時計を見ながら長いホイッスル、2対0。